台湾の政治史では台湾における政治史を外説する。有史以来の台湾の政治史は1624年にオランダによる台湾選挙より始まり、停止政権、新朝統治時代、日本統治時代を経て中華民国統治時代に至っている。ここで述べる政治史では実証されていない平ら保属の統治による政治形態については除外している。 資料によって確認できる最初の台湾での政府機構は元王朝と明王朝が宝庫諸島に設置した地方官庁の宝庫祭準権士であるがこの時期は宝庫地区のみを管轄するに過ぎなかった17世紀中期のオランダ統治時代になると台湾の統治機構は台湾北部のスペイン政庁と南部のオランダ政庁が存在した 1662年から1683年にかけては、明王朝の崩壊と、その後に成立した、清王朝に対抗する定政校が台湾に亡命政権を一時期樹立した。その後、清王朝による統治を受けることになった台湾であるが、西王朝での台湾は、福建省が管轄する台湾道として扱われ、台湾府が設置され、1885年に、 台湾省が設置されると台湾行省が設置されていた。1895年、下関条約により大日本帝国に割上された台湾は台湾総督府による統治を受けることとなった。1945年の大日本帝国の敗戦と崩壊により、代わって中華民国の統治を受けることとなった。当初は台湾省行政長官公省が設置されたが、 中華民国政府は南京にあり国境内戦が激しくなると台湾省政府が設置された。1949年に国境内戦に敗れた中華民国政府が台湾に戦とすると中華民国政府が台湾を代表する政府機構となり現在に至っている。熱乱社長及び長官官邸長官図ヨハネ・カオルハク・オキナ1635年頃 7 3 x 1 0 3トルニランハーグ国家単安肝像台湾長官台湾長官はオランダ統治時代に東インド会社により任命された台湾の行政長官。全島の行政を担当し1624年から1662年まで12人が着任している。インドネシアのバタビアを本拠地とする東インド会社は1622年に 方向を選挙した後、マコーを東南アジア貿易の拠点とすべく計画した。1623年、オランダ人は一コンビに簡易な砦出城を建設し、さらに大規模な奥治虫城を建築した。1627年に熱乱省と照明が決定した際に、砦出城も熱乱車城と解消、台湾長官の駐在地として、 台湾行政の中心となった。その後ハーマンクランクが任命されるが、未着任ドリカゴ淡水長官ドリカゴ淡水長官は、オランダ統治時代に、スペインが台湾北部に設置した官職名。初代長官は1626年に台北を占拠したアントニオ・バルデス。台湾遠征軍指機関のバルデスを含め、1626年から1642年に、 かけて8名の鳥籠淡水長官が就任している。1630年以降は鳥籠長官と淡水長官に分けられ、鳥籠と淡水の領地に駐留した。南部はオランダの勢力下であったため、スペイン人の勢力範囲は、キールン、淡水の地域に限定されていた。1630年以降ゴと淡水長官に分けられ、行政の中心は、 キールン和平島と大台北地区の淡水地に分けられた。和平島には行政の中心となる生札しか河原王城が設置され、淡水には現在も観光地として有名な工房城が建設された。遠平軍王阿未来西へほの帝政構造。遠平軍王とは明朝英略三角が1653年に帝政港へ下視した風合であり、台湾では一般的に 帝政公を指す。ただし、帝氏政権の定業や定活もまた遠平軍王を自称している。1661年より帝政公は台湾の他に府県の一部も含まれていた。1664年に定業が府県の大部分を失地すると、帝氏政権は台湾地区の統治者としての地位を確立した。なお、歴史上の定盛公は彼自身の目標である。 半身また、民を果たすことなく死去し、また、台湾と関連していた時期も短かったが、台湾独自の政権を打ち立てて、台湾開発を促進する基礎を築いたこともまた、事実であるため、鄭成功は今日では、台湾人の精神的支柱として、社会的に極めて高い地位を占めている。上天夫婦院、常天夫婦院は、鄭氏政権が1661年に設置した。 台湾地区の統治機関の長官の名称である。この時期停止政権は、福建にも支配地を有しており、台湾地区の行政は、上天府により処理されていた。東康氏やすし創生、あずま創生とは、停止政権初期に台湾を管轄した官職である。1674年に正式に設置され、陳久佐氏が任命された。 設置目的としては、定業が中国に生成する期間中の台湾の留守を守った。しかし1680年に定業が府県の根拠地を失い、台湾に戻ると、東安創政は廃止となり、同年5月に陳久下が病を理由に辞職し7月に病没すると、後継人事が行われず、官職も消滅した。1874年、 在体南日本に建築された奥最近城。新庁が外圧を受け台湾統治政策を見直した際の建造物である台湾道台湾道は新庁が設置した特殊行政区画及び間職である。職権は準部と地府の中間であり、同様な間職としては上海道と近両道の動員があった。新庁統治時代での台湾道は 福建省の管轄下に置かれ、動員の地位は、福建準部のもと、先州地府あるいは、昇州地府の上位に設定されていた。台湾道は当初はも意味が門が設置されていたが、高記念館になると管轄範囲とその性格は、台湾地府と類似したものとなり、一部では、台湾府地府を台湾統治の実態とする観点も示されている。台湾道動員は、正四品の文官である。 台湾内政以外に台湾人の総兵も管轄しており台湾地区の実質的な軍政指導者であった。またその官名も復権分巡台湾アモイ道、復権分巡台湾道、復権分巡台湾兵備道、安瀬地区組分巡台湾兵備道と変遷したため台湾巡道あるいは分巡台湾道と称されることもある。干渉は も、1755年を例示すれば、台湾道の年収は、銀62両4分4輪、洋連銀1600両し、合計1662両4分4輪であった。台湾地府台湾地府は、台湾府の主官であり、台湾小設置以前は、台湾道、福建台湾府政市及び福建台湾準部等の監督下にあった。1895年に、 台湾が日本に割上された際に台湾府は廃止された。台湾巡部台湾巡部は1885年に設置され台湾省設置後の最高統治官となった。同年復建巡部が廃止となり、代わりに節総督が設置され台湾省の正式名称は復建台湾省であった。1887年に台湾巡部も復建台湾巡部と解消されている。 台湾巡部あるいは福建台湾巡部は台湾の軍政を監督し、当時の台湾は巡部の管轄下に置かれた。巡部の官位は政府二品あるいは十二品である。年収を初代巡部の流命令を例にとれば、年収は銀155銀両、要連銀は1万両とされ、従来の台湾道に比べ大幅な待遇改善が見られる。日清戦争に敗れた新朝は、 下関条約により台湾と宝庫諸島を大日本帝国に割上した。日本割上に反対する勢力は1895年5月23日に台湾民主国を10地建て統計数を相当に選出した。しかし間もなく統計数は慎重に逃亡。残存勢力は台南で劉英福を第二大総統に選出したが日本軍により鎮圧され劉英福も 成長へ逃れた。台湾総督が日本統治時代の統治機構である台湾総督府の長官である。1895年の日本活動に伴い設置され1945年の大日本帝国の敗戦により廃止された。日本統治時代は50年に及び19人の総督が就任している。時期により前期武漢総督期、文漢総督期、 後期武漢総督機に区分することができる。当初は、薩摩藩出身や長州藩出身の藩閥武漢総督が主であったが、第一次世界大戦後には、文漢総督が任命されるようになった。しかし、露行場主事件が起こると、戦時体制が始まり、再度武漢総督が任用された。一般に、当時の台湾における総督は、総督府を通して、台湾の行政権、 軍事権、立法権を掌握した絶対的な権力を有していた。この他総督は裁判官、検察官の任命や台湾での抗日判断の鎮圧なども担当していた。植民地経営のための総督であったが、その統治機構の中では多くの技術官僚が誕生し、日本が統治下50年間で台湾社会の環境整備はある程度の改良を見ることができ、 台湾の近代化の基礎を築いた。幸福文書調印の1ヶ月後、同年10月25日に幸福式が行われ、台湾総督府の完成も1946年5月31日限りで、正式に廃止された。台湾商業政長官、商主席、行政委員長台湾商業政長官は、 1945年8月29日から1947年5月16日までの間に設置された台湾地区の統治実務の責任者であり、台湾省行政長官公所の長官である。この官職は、社会情勢の変化もありわずか2年で廃止され、唯一賃金が就任したに過ぎない。極めて短期間であったが、この時期に後生に、 大きな影響を与えた2.28事件が発生した。台湾省主席は1947年5月16日より台湾地区の行政を行う目的として設置された。1950年代以前の中華民国政府戦台前は台湾省主席が台湾の最高統治者であった。当初は義道盟が就任し、続いて陳政が就任したが、 1949年10月1日に国境内戦に敗れた国民党が仙台市1949年12月7日行政委員長円殖山が中華民国行政院が台北の海樹館にて行政事務を行うことを宣言すると台湾の最高行政官は行政委員長となったこの状況は1950年3月に小解析が 総統府に移り執務開始するまで続いた。中華民国総統1950年1月3日、台湾での小解析の執務が開始される。1950年3月1日に正式に総統府を執務場所と定め、これ以降中華民国総統が台湾の最高統治者となった。現在の台湾の最高権力者である中華民国総統は中華民国の国家元首として、 行政の最高責任者である以外、三軍の統水、国家代表として、職務を行っている。国際関係の中で、中華民国と国交を有する国家では、中華民国総統の名称を使用しているが、大多数の国際的なメディアでは、台湾総統の名称が使用されている。また、中華人民共和国政府は、中華民国を承認せず、 国連においてもアルバニア決議が成立したため、台湾当局を称し、相当を台湾指導者と称している。一つの中国政策を堅持する、中華人民共和国との外交関係を有す、国家では、公式な場面では、台湾指導者の故障を使用することもある。1887年、台湾は賞として、行政的に独立した。しかし、 福建省がなお行政の一部を担当していたことから、当初は福建台湾省と称されており、台湾省の下に台北府、台湾府、台南府の三府が設置された。この時設置された台湾府とは現在の台湾中部地区のことである。台湾の選挙制度の方がきは、日本統治時代に実施された州、市、町、省の議員選挙に遡ることができる。 3一方により選挙権は25歳以上の年間納税額5円以上の男性に限定し400万の台湾住民の中でわずか2万8000人に選挙権が付与されたに過ぎない制限選挙であるが1935年に初めての協議員選挙が実施された1939年には第2回選挙が実施されたが第二次世界大戦の激化に伴いその後の選挙は 実施されることなく日本統治時代は終了した。1945年に中華民国に接収された台湾は、翌年台湾省行政長官公署による各合鎮市民代表の普通選挙が実施された。これは、宣制を行った240万の住民が参加したものであり、市民代表を選出しさらに間接選挙で、 各県参議院を選出するものであり、1180人が立候補30名が当選している。1950年代の台湾での選挙は、普通、平等、直接、無記名による選挙が実施された。選挙権は、万20歳以上の公民権停止及び禁止産者を除くすべての台湾人に選挙権と非選挙権を認める内容であり、一人一票の投票権を 直接及び無記名で投票するというものであった。しかし、民主化以前の台湾では、地方選挙の多く、例えば将棋会や、直轄市市議員、県市長、県市議員、合鎮市長、合鎮市民代表、村里長の選挙が実施されたものの、本来行われるべき国会や台湾省の市長、及び省と同格である、直轄市市長の選挙が実施されなかった。国会については、 国政選挙であるが、蒋介石警告政権は台湾だけでの国政選挙を拒否した。というのも、中華民国は全中国を代表する政府だと主張しており、台湾だけで選出された国会の選出は、中華民国の存在理由を否定するものとされたからで、ある。省については、特に台湾省が中華民国の実行支配領域と、 ほぼ重なるため、民選の台湾省庁が相当の権威を削ぐ恐れがあったからである。さらに、台北市は当初、非国民党員の市長が選出された時代もあった。しかし、国民党政府は臨時首都でのこうした事態を心よく思わなかった。そこで、台北市長選挙を中止する口実として、台北市を省と同格の直轄市に指定してしまった。 総統民選以前の総統選は7度実施されている。これは国民大会を通した間接選挙であり6年に一度実施されるものであった。1996年以前は大陸地区の代表が半数以上を占め、また大陸地区で選出された国民大会代表の改選が行われなかったため、 定員3045名の国民大会代表が第7回では病没などで1090人にまで減少していた。1990年代になると中華民国憲法が一部修正され、その規定に基づく相当直接選挙が1996年に初めて実施された。この選挙では中華民国の台湾政権としての合法性を持たせ、また、 台湾を民主国家に転換させる試みである。また、国民大会代表選挙や立法委員選挙のほか、地方選挙では直轄市長が行われるようになった。なお、1998年に台湾省が形式化されたのに伴い、台湾省議会は台湾省市議会となったために委員選挙は廃止され、また省庁は再び幹線の省主席となったため、 省庁選挙は1994年に一度行われただけとなった。台湾の政党は日本統治時代に誕生したが本格的な活動を行ったのは戒厳令解除後の中国国民党と民主進歩党の二大政党の状況が誕生した後である。2013年現在は245の政党が活動している。ありがとうございます。